アペル・レ・フェノザは、スペイン・バルセロナ出身の彫刻家。バルセロナとフランスのパリを拠点とし国際的に活躍した。出展、1899年に、スペインのバルセロナに生まれた。バルセロナの私立学校で勉強を始め、彫刻家のエリック・カサノバ・イルワのアトリエに、弟子入り。そこで、プラスティック芸術と彫刻に興味を持つ。1920年には、 スペイン軍への入隊を拒否し、フランスに向かった。1921年にはトゥールーズに立ち寄り、その後パリに移った。パリでは、ジュール・シュペルビエル、マックス・ヤコブ、そしてとりわけ、パブロ・ピカソと出会い、ピカソの講演の下で、パリの画壇に顔を出す。ピカソの後押しで、光の街の芸術界の一員となった。ピカソは、彼が彫刻の道に進むことを奨励し、 フェノザのパリでの最初の作品を購入している。1924年にはパリとバルセロナの両方で展示会を開催。1928年にマックス・ヤコブはザボロフスキー・ギャラリーと同様にパリで初めての展覧会の前に立ち会うことになる。1942年、彼はピカソの家で詩人のポール・エルアードと出会い、その後エルアードや画家たちと週に何回か食事をする。 機会に恵まれた。その後、エルアードは、フェノザに、コレクションに含まない死を捧げた。1944年、リムーザン解放委員会からオラドーシュールグラーネの大虐殺の記念碑を依頼され、フェノザは、オラドールの殉教者への記念碑を制作。1946年からは、パリ、ロンドン、バルセロナ、マドリード、プラハ、ニューヨーク、東京、ラバト、大阪、 カサブランカ、カラーラデコ典、または、グループ展を開催。エルアード、ジャンコクトーシュペルビエル、フランシス・ポンジュ、パブロ・ネルーダ、クールノー、カイロはエスプリルの各時代の最も偉大な作家と詩人たちは、彼の個人的な展覧会に先駆けて開催された。1981年にはユネスコから依頼を受け、平和教育賞の受賞者に対するオリビエの肖像を、 制作した。1982年、スペインのカタルーニャ州政府から金のメダルを受賞した。1983年、フランス政府からレジオンドヌール勲章を受賞し、1987年、スペインのバルセロナ市からメダルを受賞した。1988年3月25日に、フランスパリの自宅で死去。出展、出展。 エルボントンパーセクイントラテンプスタ、バルセロナ。ありがとうございます。